ウィンバトラーは、カナダのロックバンド、アーケードファイアの創設メンバーの一人である。メインボーカルだけでなく、ギターやベースなども担当する。楽曲制作過程においても作詞作曲の多くを手掛け、実質的には、バンドの中心人物、リーダーとしての役割を果たしている。同じくバンドの創設メンバーであり、メインソングライターでもあるレジーヌ・シャサーニュとは、2003年に、 結婚した実の夫婦でもある。声優のカム・クラークは、登園にあたる。ピクシーズ、ニュー・オーダーやザ・キュアを好んで聴いており、このオルタナティブロック思考が、バンドの音楽性の骨子となっている。その一方で、祖父は、ジャズギタリストのアルビの例、祖母や母親も、音楽活動の経験があるという家庭環境に、育っており、またパートナーであるレジーヌが、 ジャズやクラシック音楽を好んでいるという点も、ウィンとバンドの音楽性に多様な影響を与えている。出生はアメリカ合衆国テキサス州。15歳でフィリップス・エクセターアカデミーへ入学し、この時点では映画制作が将来の目標だったようである。その後、サラ・ローレンス大学でクリエイティブライティングや写真撮影の分野を学んだが、 一年で大学を離れ2001年にカナダへ移住、マギル大学へ入学した。好きな作家にはジョージ・オーエルやヒョードル・ドストエフスキーを挙げている。ステージでは、ドメンバーと共に力強いパフォーマンスを披露するウィンではあるが、ステージ外でのショーマンシップの発揮は好まず、いわゆるロックスター的な振る舞いには、回帰的な立場を取っている。NME 市に、 流通やオアシスタ著名ミュージシャンの商業主義的側面を非難するウィンのインタビュー記事が掲載されたこともあるが、後に公式サイトにて NME に掲載された記事は全体的な文脈を書いたものであり、自分はマーケティングのすべてを非難したいわけではない胸のコメントを寄せている。その際にはジョージ・オーウェルの著作から一説を引用している。いかなる著作物も、 政治的バイアスから、全くの無関係ではいられない。芸術は政治に関わるべきでないという主張は、すでにそれ自体政治的である。ハットローリングストーム2007年5月31日、ローリングストーム2005年2月15日、ローリングストーム2007年5月31日、NME2007 年2月21日、バークス2007年2月22日。ありがとうございます。